間が猿、尺が猿と申して縁起物です。猿さんがこれより紅白の輪っかの中を抜けまして、お参りの皆様方が今日から1年間良い年であります。以上、厄払いです。はい、それで輪っかが3本。広いところは誰でも抜ける、狭いところの真ん中を左右の中丸く収まりますようにと、狭いところを抜けまして皆さんの代わりに役を払います。よかったら一緒に協力ください。幸せなら手を叩こう。もうちょっとテンション上がりませんか。一番重要ポイントですから、あと半オクターブテンション上げてください。あと半オクターブテンション上げてください。幸せなら手を叩こう。まだまだ。幸せなら手を叩こう。幸せなら態度で示そう。なでと叩こう。いいよ。